誕生日プレゼントに自分で買った品物がアマゾンから届いた、バレンタインデーに自分でチョコを買った。三人組の新しい CD が出たって、ただでもらった。万引きした。買ったんだろ。それは自分自身へのご褒美であってギフトではない。お前らが働いた金や小遣いを使って自分で買ったんだ。ギフトではない。じゃあギフトって何だろうってずっと考えてた。さっきまで分かんなかったけど今分かった。あ、この光景だ。でも違うんだよ。じゃあそのギフトをもらったのはあの3人組なんだ。あなたたちはあの3人にギフトを贈るサンタクロースみたいな存在なんだ。なぜなら活動停止してる十何年の間ずっと待って、メンバー同士のクソみてえな痴話喧嘩を見せられて、金曜日に発売される週刊誌を見てワオってなって、それでもあの3人組を待ってたあなたたちこそがギフトを送ってるやつなんだよ。もうすぐ3人出てきます。北海道まごま内のギフトがどのツアーでも一番でかかったっていうギフトを送ってやってください。よろしくお願いします。そしてそのギフトにはメッセージをつけてください。おい3人組、こういう文字で書いてください。お前ギフトもらったらお返しすんのが筋だろうと。じゃあお返しってなんだよ。ハイスタンダードずっと続けてくださいって書いてください。それが唯一のお返しだと思います。みんなにできる、それはその活動がある、各自の家庭がある、そんなこと分かってるよ。だけどさ、一回なくしたもんこうやったんだよ。もう二度となくなんねえでほしいんだよ。それがお返しで、本当に俺たちがもらえるギフトだと思ってます。ありがとう。20年前呼ばれて対バンをした時に完膚なきまでに叩きのめされて、力の差をまざまざと見せられて、あれから長い月日が経って、今日全部が終わったらやっぱり差は縮んでなかったなとか、もしくは差をもっとつけられてしまったか、そんな風になるかもしれない。けど俺たちは今日一日に全力を尽くしたよ。2000年あのエアジャムの後バラバラになった同世代を生きたバンドがどんどんいなくなった。取り残されたみたいだった。そりゃ寂しかった。何度も何度も心が折れそうになった。やめちまおうと思った時もあったけど、這いつくばってでも、そう今日一日だけ全力でやってみよう。
全力を尽くしてみよう。そうやって一日一日ちょっとずつ進んだ。孤独で終わるのかなって思った人生が、あれ、手を差し伸べてくれる人がいる、背中を押してくれる人がいる。顔を上げた時には頼れるたくさんの仲間が俺たちの周りにもいた。歩き続ける限り、やっていく限り、終わりはね、そして終わる時までは俺たちの時代なんだ。